小池です。はい、もうジャンプがやばすぎたわけなんです。はい。もう何から言っていいんだろうってもたくさんあるわけなんですけども、うんうん、今回はそもそもワンピースの冒険ってどこから始まったんやと。そもそもルフィが冒険に出たきっかけって何やったん？シャンクス。そう、シャンクスみたいな偉大な海賊に憧れているところがあるわけですよね、うん、シャンクスがいなかったら当然ルフィ冒険出てません、ね、つまりワンピースの話ないわけですよ、はい、1044話でめちゃめちゃ大事だったなっていうところで発覚したところをちょっとまとめたんですけど、一つ目は五老星がもう一つの名前を与えたのが伝説の悪魔の実、二つ目がルフィがなんとジョイボーイだった、そしてニカということでね、まさかここでさ3つトリプルネーミングになってると思わなかったよ、まあ、プラス D の一族まで入れたらえぐいよね。なんかルフィがニカっていうのなんとなく分かったけども、うん、ジョイボーイっていう名前をズニーチが呼んだことでもうこれ確実になっちゃったんじゃないかな。そうなんよね、はい、そして3つ目のギアフィフスの存在ですね。僕たちはフォースで終わりなんちゃうかと思ったんですけど、意外とねやっぱありましたね、フィフスね、ありましたね、うん、まあ、ということでこれ一気に3つの、まあ、謎というか伏線というか、まあ、僕たちが予想したことが、まあ、解決したんですけども、はい、今回注目して考えたのは五老星、五老星ね、この発言をちょっと聞いてほしいですね、はいはい、ゴムゴムの実はいつの時代も世界政府が回収を試みてきたが決してその手中に収まることはなかった、まるで悪魔の実が我々から逃げているようだな、ない話でもなかろう、造形の実には意志が宿る。そうやね、世界政府はただただそのゴムゴムの実を恐れていたわけではなく、800年間もの間いつの時代でも回収を試みていたという事実、うん、そうなんよね、これが明らかになったんですね、うん、というのは重要な点だと思うんですよ。世界政府が回収できなかった理由についてパッと思いつくことをちょっと、まあ、可能性を考えてみたんですけど、まあ、800年間人々の実モデルニカの能力者が生きていた説、時々の実で800年前から現代に飛ばされており行方不明だった、ラフテルなど政府でもたどり着けないような秘境に存在していた、800年間常に強者が食べていて政府でもなかなか手を出すことができなかった。でね、その13年前にそのフーズフーがゴムゴムの実を護送していたことと、世界政府がいつの時代も回収を試みていたこと、もう一つの名前ゴムゴムの実の名前を与えてごまかしていたことなどを考えると、そうそう、800年間もの間人人の実モデルニカの能力者がいた可能性が高いわけで、うん、常に強者が食べており政府でも手が出せなかったという説が一番有力ではあるんですよね。あ、そう、意思を持ってるんで逃げるようにっていうところが多分キーポイントになってくると思うんですね。まあ実際ね、そのエミエスロビーから逃げる時とかも、うん、ほんまに神の意思かのごとくうまいこと逃げれましたからね。なるほど、うん、それルフィの持って生まれた運もあるし、そのゴムゴムの実、まあ、ニカの実の本能的なものもあるんだ。そうそうそう、動物がなんか狩猟から逃げるのも同じよね、うん、でこの800年間人人の実モデルニカがどこにあったのか問題をちょっと考えなきゃいけないなと思って、このワンピースを再度ちょっと読み返してみたんですよ。はい、でなんか根拠が見つかればと思って、まあ、動画にしています、はい、じゃあ今回の企画何をやりたいかっていうと、うんうん、800年間もの間世界政府が入手できなかった悪魔の実を、ほうほう、なぜシャンクスは手に入れることができたのか。いや、そうなんよね。というわけで本日の企画は、シャンクスはルフィが人人の実モデルニカとして覚醒することを知っていてわざと食べさせていた説。いや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 、シャンクスかってそんな未来のこと分からんで。まずですね、その誰も気づいてないと、シャンクスがルフィに悪魔の実を食べさせてた証拠があるんです。以前こちらの動画で、実は赤髪海賊団のシャンクスの船の船首には太陽のマークがついている。これ驚きましたよね。そうそう、しかも最初はついてなかったのに後でついたんだよね。そう、はい、これってもうニカの伝説を知っている、または太陽の一員なのではと考察したんですよね。いや、もうニカの一味である可能性もありますからね。ニカの一味、うん、新しい組織出てきたよ、ほんまに。そして今回の五老星のまるで悪魔の実が我々から逃げているようだな、まあ、ない話でもないだろう、ゾーン系の実には意志が宿る、うんうん、まあ、発言を踏まえると、シャンクスが、まあ、太陽の軍勢というか勢力だったからこそ、はいはいはい、悪魔の実に宿ったニカの、まあ、魂もシャンクスを認めたんじゃないのか。なるほどなるほど、ここだったらいてもいいかなみたいなことを、うんうん、なんか悪魔の実が選んでくれたみたいな。また人人の実モデルニカに関してはもう一つ800年間にまつわる謎があるんですね。ほう、それが、まあ、また五老星の描写がこちら。もはやあの実は我々にとっても伝説だ、過去何百年も覚醒することなどなかった。ということで800年間回収できなかっただけではなく、人人の実モデルニカは何百年もの間覚醒しなかったという事実。そうね、はい、800年の間に存在したであろうそのゴムゴムの実の何人かの能力者は、うん、これ言ったら人獣型にならずにゴムゴムの実の能力を発現してということになるよね。まあ、なんかそうよね、普通に腕とか伸ばしただけなんやろね。そうなんだよね、うん、
で一方でその CP9 の過去をちょっと思い出してほしいんですけども、彼はそのゾーン系の悪魔の実を食べてからすぐに人獣型とか、まあ、獣型とかに変形しましたよね、はいはい、なのでその人々の実モデル2価は覚醒のための条件がめちゃくちゃ難しいんじゃないのっていうふうに考えました。まあ確かにね、まあでもゴムのような性質も持ってるってことを言うとったからちょっと特殊な人やったよね。そうなんだよね。だからそれも2価っていうものが僕たち分かって、まあ、だいぶモデル大仏とかも分からへんけどね、その戦国の、うん、でもイメージはできるやん。そうそうそう。でも2価って僕たちは知らない世界の人なんで、見たことないからね。そうで、その覚醒の条件を満たしたルフィが人々の実モデル2価を食べたのは果たして偶然なんだろうか、うん、そもそもがね。ほうほう。で僕としてはその2価のその覚醒の条件っていうのはシャンクスは実は知ってるんじゃないかと、でわざとルフィに食べさせたんじゃないかっていうふうに思ってるんですよね。なんでよ。まあそれはなくない、あのシャンクスにとってみたいなことを思うかもしれませんけど、アニメの中でねちょっとその証拠を見つけてしまったんですよ。どういうことですか。はい、まずこちら4話なんですよね。アニメと原作の1話が違う話は前しましたよね。ああそうですね。そう、1話では漫画では当たり前だけどシャンクスとの出会い、そうシャンクス腕がのシーンね、伝説的なシーンが印象的なんですけども、なんとアニメの第1話っていうのはアルビダの船なんですよね。そうなんよね。ホビーとも出会うところなんですけど、そうそうそう。なんで4話からになります、うん、4話のこちらのシーン、宝箱の中にゴムゴムの実が入っておりますよね。ヒグマにやられたシャンクスをルフィが怒っている、そのシーンの直後に悪魔の実の入った蓋が開いた宝箱を眺めるルフィがちゃんと映ってるんですよ。でその悪魔の実を食べちゃったわけですね、ルフィは。それを見つめてるんですよ。食べたのをちゃんと見てるくせに、普通だったらいやーガガガンってなるやん。まあね、食べたのを確認しとるよちゃんと、こうやってで、ふふ、焼け食いかという話。いや、焼け食いないんだろうけど、どんだけ殺して手に入れたんと、シャンクスがそうやって描かれちゃってるんですよね。そうなんや。そうでもまあ言ってもさ、そのアニメと漫画って、まあ、ちょっとプロットがちょっとね違ったりとか、まあ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 、1話なんでとかね、4話なんでちょっとズレもあるんじゃないと思うかもしれないじゃないですか、うん、ただその初期のワンピースアニメは、はい、絶対小田先生も監修してるはずなんですよね。いやこれすごいっすね。そうというのも先ほど話した通り、うん、アニメのワンピースって序盤の展開は原作と違うわけなんだけども、ワンピース .com で、はい、山口勝平さん、ウソップの声優さんと、はい、当時の編集担当の浅田さんが、はいはい、対談してるインタビュー記事が載ってるんですけど、ほうほうほう、それちょっと拾ってきました。浅田さんが原作とテレビシリーズで1番目の内容が違う点についてぶつかった思い出がありますというふうに言っていて、ほうほう、でその下のところで絵に関しては編集からというより小田先生にチェックしてもらう形でしたね、どちらかというとシナリオは全部チェックしていましたと。へえ。書かれてるんで、そのアニメスタッフが勝手にやったアレンジじゃないんです。なるほど。これは小田監修済み。そうなんです。だからすごい。このシャンクスの意味深なシーンも小田先生は分かっていて仕組んでいたと考えても不自然じゃないんですね。なるほどね。というかその一巻から書かれていたそのゴムゴムの実がここに来てかなり重要だとも明らかになっているので、初期から小田先生が伏線を匂わせていたのは間違いないんじゃないかと。すごい。そうでジャンプ界の時もこれ言いましたけど、その証拠にルフィの能力のところ、コミックスの最初の方の説明にはゴムのようにっていう風に書かれていて、だってゴム人間っていうその能力のことを書きゃいいのにゴムのように伸びるという風に書かれていることから、ゴムそのものではないんだよっていうことを最初から教えてくれたのよ小田先生。すごいな、ね、そうだからそのシャンクスはその太陽の神ニカの関係者というか知ってるものの存在として意図的にルフィに悪魔の実を食べさせたんじゃないかと考えました。でしかもシャンクスがもともとゴムゴムの実の正体を知っていて意図的にルフィに食べさせていたとしたら、五老星のこの発言ちょっと謎に思えてくるんですよ。カイドウとビッグマムの戦いなら誰が死んでも不自然じゃない、消すべきだ。これもニカの復活を目指すシャンクスが五老星を牽制していたとしたら、暴れさせたら手に負えないと恐れているそのシャンクスとの敵対を避けるためにカイドウとビッグマムのせいにしてルフィを早く始末しとこうぜみたいな、なるほど、覚醒する前にやっちまおうぜみたいな、はいはいはい、っていうことがまあ筋が通るんです。じゃあなぜそのシャンクスが人々の実モデル2価を知っていたのか、これについて話していきたいと思います、はい、シャンクス時々の実で800年前から飛ばされてきた人物説、うーん結構とんでもない説に、いやそうですね、時々の実っていうのは自分自身も未来へ生きるだけじゃなくて、はい、赤座を20年後に送り出したように、うんうんうん、そこって赤座を20年後に送り飛ばすことも重要な意味だったんですけど、はい、桃之助を人も飛ばせますよってことをさりげなく教えてるヒントにもなる、まあ、確かにね。じゃあ時様だけじゃなかったとしたら、うん、とかいろんなことを考えると、人をどんどん飛ばして現代にも過去の人っているかもしれないって思うじゃないですか。なるほどなるほど。パラドックス的にこのシャンクスの謎を考えるにあたって考えない
なくてはいけないのは、ロジャーはニカを知っていたの、歴史の全てを知ったとか言ってたんで、知ってるかもしれないけど、さすがに知ってるでしょ。そのロジャーはニカのことにだけは知らなかったんじゃないかと、ラフテルについてから知ったんじゃないかと。ああ、なるほどなるほど、はい、だからこそラフテルでジョイボーイ、俺はお前と同じ時代に生まれたかったと、いろんな意味を込めて言ってる。はいはいはい、はい、ロジャー海賊団のその末端の船員は悪魔の実のことも噂程度にしか知らなかったっていうことだから、うん、まあバギーの時にね、そう言ってたやんか、噂じゃねえのか偽物なんじゃねえかって言ってたから、うんうん、でだとするとロジャーですら知らなかったニカについてシャンクスが知っていたのはなぜなのか、ラフテルも言ってないからね。そうですね、はい、それはシャンクスの出身地、島には、うん、太陽の神の何かしらの伝説が伝わっていたんじゃないか。ああ、まあでも船にするぐらいですから、それもありそうですね。そうなんですよ、うん、そのただその太陽の神ニカについてはフーズフーの発言からも明らかになっていて、はい、俺にそのニカの話をした監視は後日消されたと、まあ、このことからそのニカについて知ってる人物は多分世界政府の中でも限られていて、うん、不用意にまあ話したりすると、まあ、ニカのことを知っている人物をまあ消されるっていう多分意味だよね。だとしたらシャンクスの故郷も消されるのかってことになるんだけども、いやそうですよね、シャンクスの故郷についてはゴッドバレーじゃないかみたいな、まあ、説がね、考察が巷ではあるんですけども、まあ、それについて以前この動画で話してますよ、方見てください。でもシャンクスの故郷って健在なんですよ。なぜかっていうとシャンクスがエースを黒ひげ斧を止めさせるときにわざとモビーディク号に行って、はいはい、挨拶しに行ったよね。あの一個だけやと、エースを止めろと。その時にウエストブルーの酒だなっていうところで、まあ、プレゼントしたんだ、献上したんだけども、俺の故郷の酒だ飲んでくれって言ってたんで、ということはまだ健在ではあると、まあ、バスターコールがかけられてないと思う、ね、なるほど。ただね、これも俺らは騙されてるんちゃうかってちょっと思ったんですよ。もしシャンクスの島にニカの話が伝わってるとしたら、オハラにバスターコール受けてもおかしくない。まあそれはね、そう思いましたよね、うん、この謎を解決する仮説は実は1個だけあるんですよ。それがシャンクスは時々の実で800年前から現在に飛ばされたということ。そういうふうに仮説を立てます。例えば物心をついたシャンクスが故郷で寝てる間に時々の実の前任者によってニカについての言い伝えの情報を持ったまま現代に飛ばされました。ほうほうほう、はい、その結果ロジャーですら知らなかった歴史を知っていると、まあ、ニカについて知っていたと。なるほどなるほど、はい、この説であればシャンクスの故郷についてはニカの情報が伝わっていても現在の島としては健在であることが説明できるなというふうに思ったんですよ。なるほどなるほどなるほど、はい、でまたもしこの、ね、仮説が正しいとすると、うん、おでん万有記で描かれていたラフテルから帰った後にロジャーにも泣きついてたよね、シャンクス。その質問をして、まあ、その後泣いたというシーン、ロジャーがラフテルで何を知ったのか、つまり自分の故郷で800年前に何が起きたのかを尋ね、世界政府とその戦争でシャンクスの家族が滅びたことを守って泣いたのかもしれない。なるほど、だからもう俺の家族もおるかもしれないと思ってたけどすでに亡くなってるとか、そう、その辺の歴史を知りたかったんだけども実はそういうことではなかった、もう戦争によってもすでにみたいなことで、シャンクスがある日故郷の島で目覚めたら景色も変わって、周りの人々もいなくなっていたという記憶を持っていたとしたら、ロジャーにそんな質問したこともなんか納得できるな。確かにな、自分自身はだから800年前から来てて思ってないみたいな。うーん、そしてニカの伝説が語り継がれているその島生まれのシャンクスだからこそ800年間世界政府から逃げ続けた人々の身に宿ったニカの意志にもまあ認められて世界政府の護送船からまあ奪うことができたんじゃないかというふうに思うんですよ。なるほど、はい、そしてその後故郷にも伝わる人々の身をルフィに食べさせ、いつかきっと返しに来い立派な海賊になってなのこのシーンですよ。と言って麦わら帽子を託し、立派な海賊、まあ、イコール四皇や海賊王ということではなく、二課になって覚醒するのを待ってたという。なるほど、そうだから頂上戦争の時とかも今あったら約束が違うもんなルフィとか言ってカッコつけていましたけども、うんうん、それはなんかかっこよかったじゃないですか。かっこよかったね。今あってもう死ぬほど抱きしめたいと思うんやけども、あえてそこはちょっと非常な顔をしてた。でそれってまだ今あったら多分覚醒はしきれないからまだやなみたいなことを非常にも思って避けたんじゃないか。じゃあそのウエストブルーにそのなぜニカの伝説が残っていたのか、ウエストブルーにしかまあ神は存在しないのかをちょっと検証します。はいはいはい、でこれ深掘りしていくと実はその東西南北全ての海に神が存在してるのかもとか思うんですよね。お早速なんですけど以前に東亜君この説言ったの覚えてますか？はい、これ忘れとったらもう記憶喪失よね僕。そう、それを踏まえた上でこのシーンを思い出してほしいんですけど、うん、空島のこのシーン過去回想なんですけども、はい、太陽の神、雨の神、森の神、大地の神、この娘の血と引き換えに村をお救いください。これ
はね、もう考察界隈ではこすり倒されてる場面で、そうですね、もう太陽の神という名前がすでにこの時点で出てきているじゃんということなんですけど、それでもの時点でね、そう、太陽、雨、森、大地ということで全部で4つの神の存在が明らかにされましたね。で、そしてこのシーンの効果音をよく見てほしいんですけど、ルフィが復活した時と同じドン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 という風になっているんですね。これはもうあえて絶対そういう風に意味を持たせて書いてるよねと、はいはいはい、でここで言われているその太陽の神は、まあ、ニカのことでまあ確定じゃないかと思うんですけど、まあ、そうですね、じゃだとすればその太陽の神とその他に存在する雨、森、大地っていう3つの神、東西南北に割り当てられた感じしませんか？なるほどなるほどなるほど、はい、その海に崇められているような感じだとすれば、はい、どうでしょうかと、うん、まあありえない話じゃないですね、はい、そしてこれまだ確定じゃないんですけども、うん、五老星は太陽の神ニカだけを特別に恐れているようにもまあ思えるよね、うんうんうん、まあ、そういう展開が続いていることから800年前に世界政府と敵対してたのはニカだったのかなとか、リンの一族ってなんか何とか思ってたけど、うん、それってニカなんじゃないのみたいな、まあ確かにな、もしくはもう他の3つの実を手に入れてるかよね、うん、まあ確かにね、うん、でそしてね、その東西南北に伝わる4つのまあ神全てを崇拝していたのがその中心地であったシャンドラだったんじゃないの、はいはい、でまたそうだとすると白い羽を持つ民、まあ、シャンディアの人たちね、崇めていた四中の神の他に黒い羽を持つルナリア族を崇めていた別の四中の神がいた可能性もあると、なるほど、対となってる、そう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 、光と影みたいなね、うんうんうん、陰と陽みたいな、具体的にどんな神なのかっても想像でしかないんで全部わからないんですけども、可能性が高そうなのは月の神がいるやろ、太陽の神の対ね、そうで、あと東亜神というその雷の神みたいな、はいはい、あるんじゃないかなと、はいはい、というのもその太陽の神ニカはそのゴムのような体を持つということで、うん、五老星に言われてたよね、もう一人ゴムのような体を持つキャラクターがいたじゃないですか、ほう、こちらの方なんです、キング、僕らこの天ぷらうどんの時にギャブやんと思ったけど、実は伸びてる首が、もしかしたら太陽の神のライバル的な存在としてルナリア族なんじゃねえのみたいな、なるほど、まあそれ可能性も全然ありますよ、はいはいはい、でもう一つ候補として挙げたのが雷の神ということで、うん、エネルじゃないかということの、ね、前雷言うとるからね、うん、というのもシャンディアが崇めた四中のその神の筆頭格が太陽の神ニカだったとした場合、そのライバル関係の別の四中のその筆頭格は月の神だというふうに思えるよね、まずね、その惑星というか恒星というか大きいもので言ったら、ね、うん、まあ、だとすればその現在月にいるエネルのゴロゴロの実の能力が月の雷の神をモデルとしたゾーン系の能力という可能性はあるよね、いやありえますね、空島でエネルが最後に出した技の名前ってアマルなんですけども、うん、雷神って書くわけですよ、まあ、確かにな、しかもこの時エネルの首の周りにあるその紐みたいな装飾ってギアフィフス、まあ、フォースの時もあったけど、うん、その煙で羽衣みたいな紐と、まあ、類似してるよね、まあ、だから神なんですよね、しかもそのグランドラインにはその雷が降り注いでる雷神塔とかもあるわけで、あれも謎解決してるんですよまだね、そうですね、はい、でそう考えたらそのエネルがその雷の神だった可能性は結構高くなってくるんじゃないか、うんうんうん、そうだからいろんな実は神がいると、うん、はい、空島の過去回想で出てきたその四中の神以外にも神がいる説と、はい、エネルなどルフィ以外にも幻獣衆の悪魔の実が実は隠されているんじゃないかっていう説を今日は紹介しました。今ジャンプ本誌見てますよね、もちろん一番輝いてる一番かっこいいキャラ誰ですか、これフーズフーよ、ついに過去の姿も明かされてね、いや最新まさかのあの赤髪の男が動くというのは赤い被り物の男が動くの間違いやったんちゃうんかってことでね、ワンピース界隈非常に話題沸騰中のあのフーズフーについてですか、赤と言ったこの人シャンクスさんですよ、ね、あそっちやっぱりシャンクスにこの2話で気持ち奪われてない女性の方、そりゃそうよ俺も奪われてるフーズフーって言ってたやんか一緒やからえ一緒じゃん、あ全然一緒、一緒に調べ絶対にはい、やっぱシャンクス激アツなんですけども、はい、1054まではギアフィフスになったルフィの手配書を眺めて意味深にこれがみたいな言ってましたよね、これが何々ニカの姿かの太陽の神なのかとか、ロジャー船長が待っていたものなのかとか、まあ多分あると思うんですけども、あるよ、ね、でもねこの時点ではまだシャンクスは善人なのか悪人なのかとか分かんない、敵とか味方も分かんない、味方になることは分かってるんやけどもちょっと意味深なこと多いでしょ、味方っぽいですけどね、そうなんとなくこういう見方もできない、ワンピースを取りに行くためにルフィを利用してるみたいな、ね、それはねありえそう、そうなんですよね、ただですね1055話では緑牛を覇王色でですね威嚇して帰らす前にルフィ、モモノスケ、ヒヨリ、そして多分歌だと思うんですけどシルエットが出て描写が描かれました、はい、この、まあ、描写があることで自分自身の目的のためだけにルフィを利用しているというよりはロジャーと同じく新時代に何かを期待して世界政府に理不尽に消させないようにするために暗躍している可能性が高いのかなと、まあ、そういうなんか次の時代の橋渡し役っていうイメージが結構ついた気がするんですよね、まあ、シャンクス悪人説はだから消えたんじゃないかと、怪しさはあんねんけど、なるほど、まあ、なんか悪人で
ではないとは思うんですよね。そうですね、はい、ただですね、シャンクスにはまだまだこちらのような謎が残っております。はい、はい、例えば出生の謎、どこで生まれたんやろね、ほんまにね、親誰なんかとかね、五老星と面会してた目的、まずなんで面会できんねんっていうね、どんなセリフでしたっけ、ある海賊について話が、結構乗り出すのなんなん毎回だから、その2つそこで謎もあるやんか、うん、シャンクスがなんで五老星と面会できるほどの立場にいるのかってことと、ある海賊って誰なのってこともあるでしょ。あとですね、ワノ国に来た目的、間接的にはルフィやワノ国を助けたことにもなるよね。そうね、でワノ国を助けるってもっと早く来れたと思うんだよね。でも何なんだろう、ルフィの姿を確認するためと思いたいんやけども、まあ合わずに帰っていくわけじゃないですか。まあ、たくさんの伏線がまだ残されているわけなんですけども、はい、ただですね、シャンクスに関して一番不明で気になるのは、やっぱりゴムゴムの実を政府から奪った理由じゃないんですか。そうね、先週描かれたそのルフィの手配書を眺めるシャンクスの姿や、四皇になってから少なくとも6年間もワンピースを放置してるんですよね。多分あの人だったらいつでも多分手にかけることできてたと思うし、そうだね、ロードポーネグリフの場所も割れてる、分かってる、もしくは覚えてる可能性もあるよね。まあ、というかラフェルの場所知ってるやろ。知ってる、ロードポーネグリフなんて集めんでももう多分ね、ルフィの手配書を見てそのワンピースを取りに行くってことをなんか決断したっぽい感じやから、ルフィと別れた後、その船首にね、レッドフォース号って言うんやけど、シャンクスの船って、その船首に意味深に太陽の装飾がついてるんですよ。そうね。まあ、これ結構小屋ちゃんでたびたび取り扱ってるんやけども、シャンクスがその太陽っていうもの、神ニカに関して何かを知ってることはもう明白なわけなんですよ。だとしたら、シャンクスはなぜ太陽の神ニカを知っているのか、そしてルフィにゴムゴムの実を食べさせて何をさせようとしているのかっていうことですよね。そうね。はい、これについて今日は考察していきたいと思います。太陽の神は2人いる。シャンクスはニカの血統因子から作られた人造人間説。まず太陽の神が2人いるっていうのもなんか突飛もないような感じに聞こえるし、まあ、めっちゃ妄想じゃんと思うかもしれませんけども、実はありがちありえないようなことでもない気もするよ。最後まで今日聞いてて面白いから。この説の一番の根拠になっているのが、やっぱり赤髪海賊団の所有している船レッドフォース号なんですけども、はい、それと古代エジプト神話がすごいつながりがあったんですよ。はい、レッドフォース号はニカを復活させるための船だった。船って海賊にとってやっぱり家でもあり大事なものです。仲間でもあるよね。そうね。そうだって、メリー号だって麦わらの一番大事な仲間だったし、そっからサニー号で世界を一周する船を作るという目的だったり、そう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 、じゃあそのロジャーのオーロジャクソン号だって意味深に卵があったり、やっぱり何かの人を運ぶというよりも次の時代をつなぐものとか乗り物的な意味合いと意思が受け継がれていくために海賊船ってある気もしちゃうんだよね。でなかったら一時海賊っていうものを題材にしなくてもいい気がしちゃうんだよな。だって結構ルフィたち陸の戦いが多いから、そうそう、海賊行為してるって言ったら海賊なのちょっと分かんないじゃん。まあ冒険ですからね、基本は。そう、冒険なんだけど、でもやっぱり海賊船が必要なんですよ、海賊にはね。そうなんよ。そう思うとやっぱ海賊船っていうのも一個の主人公じゃないんですかと、うん、ゴムゴムの実を奪ったシャンクスの船に太陽のマークがついているだけでもすでにちょっと意味深なんやけども、まあ、イーストブルーにいた頃のシャンクスが出てくるその回想では、一貫してこの装飾が存在してないこともめちゃくちゃ意味深だと思うんですけど、ほう、つまりね、シャンクスはゴムゴムの実がニカの実であることを、まあ、知っていて、まあ、これは確実だよね、知っていて、ルフィが太陽の神ニカになることを期待しながら自分の船の船首に太陽のマークをつけたとも考えることができるようだと。はい、そして太陽の神、太陽の船といえばですね、はい、実は現実世界にも一つ似たような伝説が存在するんですね。それが古代エジプトの太陽の船。そんなんあるんですか。はい、太陽の船とは実際にギザのピラミッドから見つかっている船なんですけども、エジプト神話の中で太陽神、まあ、ラーよく聞くよね。はい、聞きますね。はい、クフ王の乗り物なんだって。なるほどなるほど。はい、神様と王様が一緒にこの船に乗って、うんうん、天空を往復することで昼と夜が訪れるというふうにされている。つまり現実世界の太陽の船とは地上から見ると夜明けを連れてくる船であり、なるほど、そう、もうこの時点でもロマンスドーン、冒険の夜明け感もあるし、そうですね、夜明けに導くのは君だよっていうね、あのセリフとかも耳しにこう繋がってくるんやけど、この船だけで見ると太陽の復活の象徴って意味なんですよ。あ、これもちょっとワンピースっぽいですね。そうなんです。もしレッドフォース号のモチーフが古代エジプトの太陽の船であれば、自分が太陽の神を復活させるという意味も込めているんじゃないのと。なるほど。だからちょっと選手に太陽のマーク入れてんちゃうの、はいはい、ことを考えました。他にも太陽の神ニカや空白の100年と関わりが深そうな人や物のうち、ポーネグリフやアラバスタ王国、そして我が国のトキ様についても古代エジプトを実はモチーフにしてるんじゃないのみたいなことを見つけちゃいました。へー、はい、例えばポーネグリフね、うん、古代エジプトのヒエログリフで書かれた石碑、はいはい、有名ですね、ヒエログリフね。そうですね、ロゼッタストーンが有名ですし、アラバスタ王国のモデルはもちろんエジプトですよね。まあ2つとも熱いしね。そうなんですよ、言わずもがなですけど。うん、じゃあトキはってなったら
エジプトとどう関係してると思います？エジプト神話に出てくる神様いるんですけど、トト様っていう言うんですよ。ほう、一文字違い。まずこのトト様はですね、頭がトキの神様というふうにされていて、ヒエログリフを開発したとも言われていることから、その初期の神様というふうに言われてなくて、だからちょっと神月トキとちょっと似てる部分もあるかなと思いました。そしてもっと面白いのがこのトト神なんですけど、太陽神ラーの子供が生まれる際に、はい、月となんか賭けしたんやんて。その賭けした時に支配権を得たんやん。でそれどんな支配権かというと、月の神、時の神の称号を得てなって。え、時の神も得ちゃったよ。そうなんや。みたいな。そう。時いじれるようになったんや。そう。その辺はどうまでの能力かわかんないけど、まあ賭け事したらしいわ。だから時々の実の時と一緒やと。そうなんです。そう。仙台ミカであるそのジョイボーイとおそらく同時期に生まれ、天月家の人間として時々の実を食べて現代に飛んできた時様とちょっと被るよねっていう。まあ確かに天月もついてるしね。そうなんです。月に時やからと。そう。なるほど。でつまりですね、時様のモデルや能力も含めて、空白の100年は古代エジプト神話をモチーフにしてるんじゃないかなと思います。ありそうですけどね。まあ、一部は採用しててもおかしくないじゃないですか、うん、であれば太陽の神ニカのモデルは、まあ、太陽神ラー、はい、ということになるんですけども、うん、そう考えるとちょっと意味深なのがエジプト神話に出てくるもう一人の太陽神の存在なんです。イム様の偽の太陽神説。何ですかそれは、うん、どういうことですか。それがですね、太陽神アメン知ってます？アメンはちょっと知らないですね、はい、現在では太陽神アメンと、まあ、ラーっていうやつがいるんですけども、うん、それが同一視されてるんですよね、はい、アメンイコールラーみたいな、ほうほうほう、はい、呼ばれてるんですけど、もともとアメンとラーって別々の神様っていうふうに言われてるんだって。ほう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 。でそしてその最初の頃はそのエジプト神話の中で主神とされている太陽神ラーだったんだけども、ピラミッドが栄えたエジプト第四王朝以降、うんうん、次第に無能な年老いた神として扱われるようになり、え、かわいそう。そう、かわいそうだけど、うん、で最終的には王家の祖先として太陽神アメンが主神となって崇められるようになっちゃうんだよね。そういう経緯があるんですって。この話って空白の100年の境に世界政府が樹立されたやんか、うん、そのある巨大な王国の思想まずもろもろ潰されて亡くなって、新たに世界の王として天竜人が、まあ、神と崇められるようになったっていうワンピースの世界の、まあ、ひっくり返される歴史と、まあ、似てませんか。なるほど、はい、でしかも太陽神アメンの名前は、うん、エジプト語のラテン文字表記ではこう書くんです、はい、IMN。 ワンピースの世界のイム様のモデルである可能性もあるんです。つまりニカと同じくイム様も太陽の神である可能性が出てくると。じゃあ月と太陽の戦いやと思っとったけど、太陽対太陽の戦いの可能性があると。そうなんです。太陽への信仰の対象を自分一人に絞りたかったからこそふうふう、まあ、世界政府は太陽の神ニカの存在や人々の身の、まあ、名前を隠したというふうに解釈できませんか。いや面白いですね。ルフィがこんなことさたまたまやって言ってても、はい、海賊の王は一人やみたいなね。お、確かに確かに、ね、ということはやっぱりそれと対比して太陽の神も一人で十分だろみたいな。なるほど。そしてイム様のモデルが太陽神アメンだったとした場合ですよ、はい、ニカのモデルは主神の座をアメンに奪われた太陽神ラであるということになりそうです。だとするとその一人意味深な神がいるんですよ。まだおるんですか、はい、シャンクス人造人間説。あ、ついにその意味深なエジプト神話の神こそがセクメトです。セクメト聞いたことありますね。はい、セクメトというのは年老いた無能な神とバカにされるようになったラーがですね、うんうん、人類を滅ぼすために自分の目玉から作った神様です。そして現代ではですね、そのセクメトは破壊神とも呼ばれてるんですって、うんうんうん、でこのセクメト実は人類を滅ぼそうとする過程で人間をちゃんと知ってラーを説得することに成功する、まあ、神話があるんです。なんかよりラーが無能に聞こえてきたね。ほんまね。そしてその際セクメトは赤い酒を用意して人を殺した際の生き血だということにしてラーと話す場を設けたというふうに言われてるんですけど、そしてニカのモデルとなったそのラーがですね、破壊神として自らの体の一部から人工的に作った神セクメトはですね、エジプト神話では赤い神や守護神と呼ばれてるんだって。まあ、何が言いたいかというと、うん、イム様やニカがエジプト神話の太陽神と深く関わりがあるのと同じく、はい、シャンクスも太陽神ラーと関わりの深いセクメト神がですね、モデルであると考えることもできるんじゃないのと。ほう、なるほど。シャンクスが作り出してる。はい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 、はい、もしそうであればセクメト神がですね、ラーの右目から作られたかのように、うんうん、シャンクスもニカの血統因子からもしかしたら人造人間として作られてるんちゃうのか。そしてセクメト神の子供がネフィルトゥムであることからアラバスタ王国もシャンクスの血筋なのかもしれません。そんなシャンクスの目的じゃ何なのよと、うんうん、最後にちょっとこちらを紹介します、ね、はい、ロジャーの意思を継いだシャンクス。まあ、これは皆さんも分かる通りだと思うんですけども、シャンクスの目的のヒントとなりそうな描写は全部で3つあるんですね、はいはい、まず1つ目は最初に紹介した1055話のこの描写、うんうん、そんなに怖いか信じたいか、おー、
っこいいね、このシャンクス、ね、かっこいい、もう震えたよね。おう、これまで世界の均衡を守ることを第一に考えているかのような、立ち振る舞いが起こったシャンクスですよね。今更どうこうしようというやつでもないみたいなこともね、五郎さんも言ってましたから。もうね、さっきそのシャンクス人造人間ね、そのセクメントが酒持ってった話ありましたけど、うん、はいはいはい、そもそも白ひげに酒持ってて世界をなんとかしようとしましたからね。あ、確かに赤い髪の男が酒持ってったってことだよね。そう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 、ね、で今週号でですね、新時代に対して肯定的な立場であるということが分かりました。まあそうやね、応援してる、まあ、どっちかって言ったらマルコとかと同じだよね。あ、まあ確かに。でこの直前のコマでですね、シャンクスは旧四皇を倒したルフィやキッド・ローについて、海賊の歴史を変えて疲れ切った新緑たちと、まあ、表現してるんですね。でこれまでの世界の均衡よりも新時代を作る海賊たちを歓迎してる感じしますよね。まあ確かにな、ルフィをだったら分かるんよ。でもなんかキッドとかローのことも多分指してるだろうから、うん、なんかその次の世代ウェルカムイエーみたいな、まあ、なんか桃の助とかも指されてそうやけどね。そうだよね。でここで言われているその新時代についてシャンクスはただ肯定してるだけではなく、新時代を作ること自体が目的である可能性もあるんじゃないかと。どういうこと？だから自分自身は作れないけども、その後輩たち後任たちに今託してるということなんよね。それが分かるのがこちら45巻のシーンです。どんな敵にくれてやったんだその左で、ということで白ひげが聞いてるんですよね。これか、新しい時代にかけてきた。でこの新しい時代っていうのは1055話で出てきた新時代のことと、まあ、まず多分同意語ですよね。同じこと言ってますよね。この45巻のシーンでそのルフィのことをシャンクスが思い出してるシーンも描かれているので、12年前の時点でルフィのことを新時代の代表として多分考えてたんだろうなってことは分かるんです。おー、いいっすね、はい、そして52巻のレイリーの回想、シャンクスがルフィに期待した理由についてなんですけど、かつてロジャーと同じことを言っていたから、ということもほぼ確定してるわけじゃないですか。確かにね。ということでシャンクスの目的は、まあ、おそらくですけども、ロジャーやレイリーと同じくロジャーの意思を継ぐ人物が作るその新時代そのものなんじゃないかということが分かります。つまりシャンクスはルフィにゴムゴムの実を食べさせ、真の太陽の神であるニカを復活させようとしていたんじゃないんですかと。そしてその証がレッドフォース号の戦士の太陽のマークにつながってくる伏線だったんじゃないかというのが今回の説です。なるほどなるほど。東亜君の大好きなあのキャラの名前がついに判明しました。ジェイクガルシア・サタン。声でかいな。めちゃくちゃ長い名前じゃないですか、はい、ジェイ・ガルシア。そうですよね。ゴロスの中でも杖をついているあのおじいちゃんがなんと単独でマリー・ジョアを出て、まあ、エッグヘッド周辺にいるということで、エッグい展開ですね。エッグい展開ですよね、はい、もしここで麦わらの一味とゴロスが絡むようなことになったりしたら、もういよいよ本当に最終章だなって実感湧くよね。そうっすよ。展開的にはさ、和の国も最終章みたいなもんだし、新世界以降なんなら最終章始まってたやん、なんか伏線はね。いよいよゴロスがマリー・ジョアから出るってのはよっぽどじゃないですか。しかも一人で単独行動やからね。心配俺は。5人同時にしか動かれへんと思ってたから俺、ね、以前映画フィルムレッドではシャンクスの本名がフィガーランドじゃないかと。ああそうそう、フィガーランド D シャンクスなんじゃないのかとね、いろいろ言われてましたけど、D はねちょっとまだ言われてないんですけど、はい、かなり界隈がざわついたわけなんですよね、うん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 、でその時と同じような興奮がまたここに来てやってきたぞっていうね、うん、大寒波ですごい寒い日本を暖かくしてくるぞみたいなね。そして今回明かされた五老星の一人の名前がジェイ・ガルシア・サターン星ということで、名前に土星を意味するサターンが使われてるんですって。そうですね、うん、こういったことから五老星はもしかしたら僕たちがいる世界の地球でいうところの太陽系の惑星と大きく関係しているんじゃないかと思えるんですよね、はい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 、小田先生がわざわざこんな名前を持ってくるということは、名前自体に大きな意味を持たせてきているんじゃないかと思うんですよ。フィガーランドやサターンなどの意味深な名前が出てきた今、こんな企画を今日はちょっとやっていきます、はい、シャンクスが巨大な王国を復活させる説。ついにシャンクスが動き出しますか。そう、今回明らかになったそのサターンという名前、はい、映画で明らかになったフィガーランド、はい、さらにイム様という名前まで全て名前のつながりを紐解いていくと、とんでもない考察を思いついてしまったんですよ。ちょっとね、難しく聞こえる話もあるんで、簡単に結論が今日先言います、うん、イム様は海の能力者、予言の男モンキー・リルフィが世界を破壊する、フィガーランドの名を持つシャンクスが巨大な王国ごと世界を再建するの3本です、はい、なるほど、はい、惑星の名前に隠された伏線。ワンピースというのは青色の星と言われる星あるじゃないですか、はい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 、そこのまあ海を航海する物語なわけですよね、はい、実は宇宙規模の話が登場することも多々あるんですよ。最近で言ってもベカパンクの研究所の中で天体模型のようなもの、こちら皆さん気づきました？古くはね、オハラにもありますもんね。そう、オハラにもありましたよね。ベカパンクの頭脳は人類が500年かけて到達する領域と呼ばれているぐらいなんで、はいはいはい、まあ、かなり先を言ってる研究者なわけなんですけども、そうですね、まあ、宇宙というのは重要なものなん
のだというのがこの一コマからも伺えますよね。宇宙は広いですからね。そう、改めて宇宙のことも大事に扱っていきますよこれからの匂わせみたいな、いやそうですよ、描写やと思うんですよ、はい、実際ベガパンクの研究所にあったものが、うん、天体模型かどうか分かんないですよ、言及されないから。あ、そうね。ワンピースが宇宙と関係があることをすでに示す伏線はありますよね。エネルのスペース大作戦、はいはい、完全に月行ってるもんね、まあ、扉絵でね連載しました。そう、この扉絵連載では空島のボスだったエネルが実際に宇宙の月に行ってしまっています、はいはい、これはワンピースの物語の中でもかなり異質な話なんですよね、うんうん、扉絵で連載なのに、はい、本編ですら出てこない月のお話をさっきやってんねやから。そして古代兵器の名前にも宇宙の惑星が関係してるってことを、まあ、皆さん、まあ、気づいてるよね。もうね、現実世界の太陽系の惑星は現在は8個あるとされていますけども、はいはい、水金地下木土天海、はい、命が外れちゃいましたけど、そうですね、全部で9個あったわけですよね、冥王星を含めたらね。そうそうそう、この2006年に惑星から外された冥王星が実は重要で、太陽系の惑星には英語表記もあるんですよね。そう、あるよね。冥王星の英語名はプルートですよね。これはギリシャ語でプルトンとも言われてるんですよね。古代兵器プルトン一緒なんですよ。実は冥王星だけじゃなくて他の古代兵器と同じ名前の惑星も存在していて、それがドッテンカイの天海のところです。天王星と海王星で、はいはいはい、天王星の英語名はウラヌス。ああ、これも古代兵器、はい、これはそのまま古代兵器ウラヌスと同じですよね、はい、そして海王星の英語名はネプチューンです。そんな古代兵器ありましたっけ。あのワンピースでは龍王国のね、国王様がネプチューンですけども、はいはいはい、確かに確かに。実は現実世界ではローマ神話のネプチューンとギリシャ神話のポセイドンは同じ神であるとされてるんですよ。へえ、はい、なので海王星も古代兵器ポセイドンであると白星のことを指しているんじゃないかと。ネプチューンが出た時にもうその娘が古代兵器であるような匂わせがあったっていうことだよね。ネプチューンという名前からね、3つの古代兵器の名前のモデルについては、うん、ギリシャ神話の神様のイメージが強くて、はいはい、惑星の名前と紐付けて考えた人は、まあ、少ないかもしれませんけども、ルフィの能力は太陽の神ニカの能力だったこととか、今週号で明かされた五老星の名前が土星を意味するサターンだったということから、古代兵器も太陽系の惑星と関係があると考えた方が自然かもしれません。またそもそも小田先生の昔のペンネーム、今ちょっと話題になってますね SNS でもね、はいはいはい、はい、ワンピース連載前の小田先生は月火水木金土と書いて、うん、月日水木近藤さんという名前なんですよね、はいはいはい、そう考えるとワンピースの話を宇宙規模にしようとしてたのは最初から考えられていたかのような構想。ここまでの話を踏まえますと、うんうん、古代兵器や名前が明かされたジェイガルシアサターン星と同じく他の五老星も惑星をもじった名前になるんじゃないかと、まあ、予想がつきますよね。ということでここからは今回登場しなかった他の五老星についても考えていきたいと思います。はい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 。五老星とイム様、惑星の関係、うん、今回出てきたジェイガルシアサターン星の名前に使われている土星と、はい、古代兵器の名前に使われている天王星、海王星、冥王星を除いた残りの太陽系の惑星といえば水星マーキュリーね、はい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 、で金星ヴィーナス、うん、で地球はアース、で火星はマース、木星はジュピターということで、ね、5つです。ただですね、土星を表すジェイガルシアサタン星を抜かすと五老星は残り4人しかいないですよね、はいはいはい、ということは水金地火木の5つの惑星の中にイム様も含まれるんじゃないかと考えました。お、そうなると当然イム様って青色の星っていうことに置き換えられて、はい、 そうですね、そういうことは世界の王と言えますよね。そうですね、青色の星に該当する地球が僕はイム様の担当惑星じゃないかと思ってるんですけど、はい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 、ちなみにその地球っていうのを英語で言うとアース、うんうんうん、はい、イム様にアース的要素ないよね、まあ、今のところね、うん、まあ、あるかもしれないけどね、うん、本当は、まあ、それもそのはずなんですよ、うん、ワンピースの世界では月のことは月って言ってるんで、おーおー、ほんで月だけ月なんやろな。確かに地球のことは青色の星って表現してる。そうやね、これがね重要になると思っていまして、はい、青色の星というのはもちろんワンピースの舞台ともなるその海のことを指して言ってるのは間違いないと思うんですよ、はい、地球青いっていう風な言われ方もしますから。そうですね、はい、実際現実世界の地球と比べると、うん、ワンピースの世界の青色の星というのは大陸がほとんどないというか、ないというかその陸地が島なんですよね。まあ、そうですね。レッドラインぐらいですね。もうでっかい陸地っていうのは。海の面積めっちゃあるように思いますね。広い。まあ、実は地球って 70% ぐらいね、なんか。そう、海は言うけど、それよりも広そうやね。広そうやもんね。だとしたら昔から言われていたあの説が浮上するんですよ。イムイコール海説。なるほど。そう。イム様の名前のね、元ネタ何なのかというところで、まあ、仏じゃないかと。イムとか書いて、うん。イムホテップじゃないかってもあったよね。そう、海しか言ってなくて。エジプトのね、うんうん、言われたりもするんですけど、そうなんや、はい、でその中でもアルファベットで書いた時にイムと書いたらそれをひっくり返して海っていうのもねよく言われます。
正直言ったらもう根拠に乏しくて、はいはい、考察というよりは予想ということなんですけど、そうすね、それが今回五老星がそのサタンという土星をもじった名前が付けられていたことで、うんうん、青色の星をもじった名前がイム様に付けられている可能性は非常に高くなったんじゃないかと思ったんですよ。なるほどなるほど、はい、そして他の五老星の名前も惑星からもじって付けられている可能性は高いと思えるんですけども、はいはいはい、そうなってくると実は2つの描写が実はかなり意味深だったんじゃないかと思えてきます、うん、こちらです。小原の全知の木の中にあった天体模型と、うん、メガバンクの研究所の中にあった天体模型、当然これらのコマを見た時にですね、科学者や考古学者でも宇宙について調べているんだと思うんですけども、はい、実はこれって五老星やイム様について調べていた可能性あるんじゃないと。大犯罪者やん。いや犯罪者やん、まあ、確かに今まで読者が勝手に想像していただけで、おうおう、実際小原の学者やベカパンクたちは一言も宇宙について触れてないんですよね。まあそうやね、ロケットとかあるからね、うんうん、消えない太陽とかの話は出てましたけども、はい、惑星他の星については言及されたことないんですよ。確かに確かに、はい、ロケットっぽいものがあったりしたんで、うん、勝手にベカパンクは月にでも行けるような技術力を持っているんちゃうんかとか言ってましたけど、月の話とかも全くされないと。そうやね、結構意外じゃないですか。本編で宇宙出たの宇宙海賊ぐらいですか、うん、本編では出てません宇宙海賊、まあ扉ですね。あーそうですね。そして天体模型図と関係の深いクローバーやベカパンクに共通して言えるのは、空白の100年にかなり近づいている人間と言えることです。はい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 、はい、クローバーはポーネグリフをいくつか読み解いて、うん、空白の100年に関する、まあ、仮説を立てたの。そうですね。でその仮説を話している時に最後、まあ、打ち殺されちゃったわけですけども、うんうん、まあベカパンクは、小原がもしこの仮説で消されていたとしたら、それはもう政府が事実と認めたようなものじゃないかと言ってて、そうやな、気持ちよかったこの時のセリフ、うん、もうその通りだと思った。そう、この仮説はほぼ間違いなく当たってそうですし、はい、ベカパンクも小原の文献の内容すべて記憶しているということなんで、うんうんうん、同じ仮説に絶対たどり着いてるはずなんですよ。もしくはもっと詳しく知ってるか。いや、そうですね。そして五老星というのは言わずもがな、空白の100年との関係はかなり深いと思えていて、はいはいはい、でそもそも空白の100年で巨大な王国を倒して、うん、世界に君臨したのは20の連合国だと言われてるんですよ、はいはいはい、そしてその20の連合国からネフェルタリキを除いた19の王が今の天竜人、うん、はい、でその頂点にいるのが五老星でしょ。そうですね、はい、だとしたら空白の100年について深く知ってしまっているクローバーやベカパンクは当然五老星やイム様についても深く知っていて当然じゃないのと。なるほどなるほどなるほど。でそんなクローバーやベカパンクが天体模型を研究所の真ん中にわざわざ目立つ設置していると、うん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 、なんかもう研究所っぽくしたいからなんかオブジェ置いとこうぜみたいな、なんか小屋下も雰囲気良くしたいから両脇になんか地球儀みたいな置いとこうぜみたいな、そういうノリじゃないと思うんだよな。だちゃんと意味があって置いてると思うんだよ。なるほど。そう考えると五老星やイム様と惑星のつながりを示す証拠、はいはい、と言えるんじゃないんですかと。ほう、はい、そしてイム様が青色の星の海を示す名前なんだとしたら、次のことが考えられると思いました。イム様は海の能力者。ほう、はい、過去に何度か言われていた説ではあるんですけども、うん、イム様は海の力を持つ悪魔の実の能力者なんじゃないか。シャンクスね、こちら第1話なんですけど、若いですね、シャンクスね、まだ27歳ぐらいですか、この時って。悪魔の実は海の悪魔の化身だというふうに言ってました。はい、はい、でこの間こちらの動画でも話したんですけども、うん、やっぱりワンピースの世界と悪魔の関係は切っても切れない関係じゃないですか。そうですね。で次に六牛の発言なんですけども、俺は森森の実の森人間、海に並ぶ命の海の親ロギアそのものだと言ってったのを覚えてますか。はいはいはい、これなかなかいい自己紹介だと思うんだよね。ほう、なんかすごい壮大さも感じるし、緑牛っていう最後の大将の格の強さみたいなのもこの紹介文でわかるじゃないですか。海の親ってやっぱすごいなみたいな。まあそうやね。ね、でここで一つ疑問が生まれるんです。モリモリの実に並んで海の悪魔の実も存在するんじゃないかと。いやもう最強そうですけどね。だとしたらそう、実際に海に関するものって悪魔の実についてなかったわけです今までね。確かに。それがウオウオの実で変わったんですよ。そう思ったら海そのものの実もあってもおかしくないんじゃないかと。なるほど。緑牛はね、他にも悪魔の実の能力について気になる発言をしてるんですよ。妙だな、ピンクの竜、そんな能力聞いたことねえぞと。みんな分かりきった弱点ぶら下げてよ、海軍本部の大将張れるかってんだよ。ということで悪魔の実についてかなり詳しいんじゃないかと思える描写が描かれてますね。確かに確かに。もともと海軍にいたんだったら、うん、悪魔の実の勉強会みたいなね、研修みたいなのあると思う。敵がこういう能力使ってきたら気をつけるみたいなね。そうそうそう、一般的に公募した中から来たんでしょ、そうね。だからかなりだ個人で研究した人なんかなとか思う、ね、じゃあ悪魔の実図鑑とか読みまくっとったんかな、ね、例えば悪魔の実図鑑をね、その言って見たことがない人間だとしたら、はいはい、ピンクの竜になる能力を見た時にそんな能力もあるんだなって思わない。まあそうやね。そう、俺らなんかもうスト2世代やからさ、俺が竜使って竜使ったら色変わるわけやんか。あ、痛恨ね。
痛恨カラーになるわけで、はいはいはい、まあ、そんなことがあるんだなってまあそうやね普通に思っちゃうし、うん、そもそも魚の実の能力ですら把握してない可能性あるまあ確かにうわ竜なんのみたいなそんなのあるんやみたいななのに聞いたことないと言い切るのは、はい、悪魔の密館を見ているからだとしか思えないし確かに博識ですねそう、それ以上のことを知ってるよね、うんうん、でそんな緑牛が森森の実の能力について語るときに、はい、俺は森森の実の森人間、うん、海に並ぶ命の海の親ロギアそのものだと、まあ、かなり生きてるのも怪しく見えませんかつまり悪魔の密館に海の悪魔の実が乗っていたことを知ってるんじゃないかとおーなるほど僕たちのさなんか見る辞書とかもさ、うん、会社によってはめっちゃ分厚かったり薄かったりするやんか、はいはい、悪魔の実完全版みたいなはあなるほどねもうほんまにもう国立図書館みたいなのする人ないみたいな大将になった理由も実はそれかもしらんとより知識をつけたいとそ う, そ う, そうだからあんまり世間に触れてほしくないの悪魔の実は一般の本屋さんにはこれぐらいで売ってるみたいなあほんとめっちゃあるよみたいなそして海が命の海の親であるのであれば海の悪魔の化身である悪魔の実も海の悪魔の実から始まったと考えるのが自然だと思うんですよねまあ、だとすると青色の星の頂点に立つイム様は原初の悪魔の実である可能性があると海の悪魔の実を食べたんじゃないかと思ったんですよ原初っていうのがいいよねいい全ての最初は海きっかけなんだとほうなるほどねなってるわけですよね確かに、はい、巨大な王国の復活、はい、クローバーがポーネグリフを読み解いてたどり着いた空白の100年に存在したとされるある巨大な王国、はい、現世界政府によって滅ぼされたということなんですけども、うん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 、そんなに巨大な王国がどうやったら跡形もなく消えるんだとそうやねやっぱり疑問ですよねで最近で言えばルルシア王国は滅ぼされちゃいましたけども、はい、あの規模の国だったらそれもあり得る話なんですお、はい、巨大だとわざわざ言うってことは、うん、今存在している国々よりも想像を超えるデカさでしょ、はい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 、だって僕たちの中の知ってる巨大な王国ってどこぐらいですかアラバスタもがデカく感じるじゃないですかアラバスタも広かったね、うん、でここで思い出してほしいのがこちらの SBS です、はい、マリー城に登場したパンゲア城とはもしかして世界の大陸をパズルにした際に一つの大きな大陸となるつまりワンピースとしているのではないでしょうか、うん、パンゲア城は世界の中心にあるため辻褄が合うと思いますでそれに対してパンゲア超大陸世界の大陸は大昔一つの大陸だった名前は確かに使いましたがさてその意味は言わない笑いという質問がありましたでこの質問に関しては確実に今後回収してくるんじゃないかと思うんですよはいはいはいこのパンゲア超大陸に当たるものこそが、うん、ある巨大な王国なんじゃないかとそうだって陸地がだってはるかにでかいの1個だったから確かにね、はい、実際都心説的にもありますからねそうなんですつまり世界のほとんどを埋め尽くすほどの巨大な王国だったんじゃないかと考えられるおただ今はそれがなくなって青色の星を埋め尽くしているのが海なわけじゃないですか、はい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 、青なんですからねということは空白の100年の中で世界のほとんどを埋め尽くす巨大な王国を、うん、イム様が丸ごと海に沈めてしまうことができたのが今の世界じゃないかと、まあ、例えばこちらの建物皆さん覚えてますかインペルダウンこれ海の中にあるんですねこれどうやって作ったんってなるの海の中に建てたんじゃなくて、うん、陸地に建てたものが海に使ったと思ったの説明つかない、まあ、簡単ですねその方がそう、うん、で海に沈む前に作ったんだと、はいはい、その他にもジンベエの扉絵でこちら海底遺跡も存在ありますね、はい、で何よりもですよ和の国だって海の中に沈んでたじゃないですか確かに大昔の真実の和の国みたいなねそうそうってことはあるんですよあの世界はおお、はい、こういった海底の建造物から考えてみても辻褄が合うんですありそうやね、はい、でここでようやく出てくるのがシャンクスお、はい、おそらく本名がフィガーランドシャンクス、まあ、D が入ってるかどうか分かんないけどい、はい、当然この名前にも深い意味が隠されてると思っております、うん、ランドというのは土地という意味もあったりしますよね、まあ、ディズニーランドとかねそうでフィガーというのはもともとラテン語の語源では形作るといった単語が語源になっていてへ、まあ、フィクションとか、まあ、同じ語源だというふうに言われてますよねそうなんや、はい、これらを合わせて考えますと、うん、土地を形作るという意味合いがもたらされる、はい、意味深に覚えてきたでしょそして土地の再生破壊といえば我らが主人公ルフィもマダムシャーリーの予言で、うん、魚人島をね滅ぼしてしまうという予言がはいはい、はい、ありましたねこれはもう未回収の伏線の一つですそういったことから考え考えますとかつてイム様が巨大な王国を沈めて作り上げた今の世界をルフィが、まあ、全てぶっ壊したと、うん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 、でシャンクスがある巨大な王国ごとかつての世界を再生して作り直すという、まあ、最終展開が訪れるんじゃないかという考察でしたあの重大なキャラをやるしかないなとおシャンクスおーなるほど確かに今年はねシャンクスの年やったわけなんですよ僕ねシャンクスについて絶対これやんって思ったことあるんですよ今日それについて話そうと思いますなるほどというわけで本日の考察はこちらシャンクス最後に出てくる眼帯の海賊説おお
バシュー君ぐらいね、はい、ワンピースに詳しかったら、まあ、眼帯の海賊言うたら、うん、まあ、その全部分かってると思うんでね、まあ、ちょっと説明してやってくださいよ。僕が説明するんですか。はい、はい、まあ、眼帯の海賊、まあ、海賊らしいイメージとしては、まあ、一発目に出てくるような外見なわけじゃないですか、うん、ただワンピースの世界にはそれがまだ出てきてないと。そう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 、はい、これは、まあ、小田さんのこだわりがあって、まあ、本当に最後の最後にもしかしたら出てくるかもと。そう言われてるんですよね。で実際これ小田先生も本当に言及していて、はい、ワンピースは実は今まで本編においてたった一人も眼帯の海賊が登場してないと、うん、実はこれが僕のささやかな裏ポリシーやと、はい、海賊といえばやっぱりねフック船長とか、まあまあそうですね、やっぱイメージありますけど、はい、まあ、眼帯してるじゃないですか大体。海賊といえば眼帯を使わなくても海賊は描けるんだぞということをポリシーにされてるそうなんです、うん、はい、でこんな気持ちで見た目なんでもないただの少年の海洋冒険は始まりましたと。ルフィのことですねこれ。つまりみんなの頭に固まった海賊のイメージがあるなら僕は少年がそこへ行き着くプロセスを描いてやろうと思ったわけです。だからこの時はルフィが眼帯してるイラストと共に描かれてるんですよね、はいはい、でとはいえ別に僕が眼帯嫌いというわけじゃないのでワンピースという大きな物語の終盤一度だけまさに眼帯の海賊が登場しますと早くそいつを描きたくてうずうずしてますってことで描かれてるわけなんですけど、はい、この文章ワンピース連載10周年を記念して描かれた2007年に作られたワンピースパラダイスという冊子に今直接描かれとったもので後にファンブックグリーンにもこうやって収録されてるわけなんですよ、はい、現在ワンピースはまさに終盤、はい、最終章に入ってきてここで出てくる眼帯の男こそがシャンクスだねと。なるほど、そこに繋がってくるんですね。シャンクスが眼帯の海賊になると思った理由がシャンクスのモデルに深く関わってるなってことを思ったんですよ。お、そしてこのモデルからいろいろ考えていた結果僕はシャンクスが今後どうなるのかっていうことを結構分かってしまったんじゃないのかなと。眼帯の海賊っていうところだけじゃなくてどうなるかまで。そう、おお。でそしてシャンクスのモデルはこいつですってやつ見つけたんよ。確かにモデル言及されてないですもんね。そう、分かりやすいので言ったらこのユースタスキッド、うん、キッドって、まあ、ワンピースだからめちゃくちゃかっこいい、はい、まあ、最近もねビッグマムを倒したとんでもない海賊なわけなんですけどもモデルがおるんですよね、うん、実在する海賊にもこういうキッドってやつがいましてバッハみたいな髪型してる人なんですけども、まあ、これがキッドなわけなんですよ、まあ、モデルには実在した海賊だよっていうことが言われとるわけなんですけど小田先生っていうのもいろんな作品を読まれていてで我が国でもこの落語から参考にされたりだとか、うん、というのも言われてるじゃないですか。でそういうのをどこでやっぱ知れるのかって言ったらインタビューとかなんですよ。風の谷のナウシカもう皆さん知ってますよね、はい、映像作品のイメージ強いと思うんやけど映画のイメージ、ね、はい、そう、これ原作家しっかりやって原作の方を読んでみると実は旧世界の古代文字を解読するシーンがあるんですよ。その文字を解読したら生物兵器が作れて長寿になることができるっていう設定なんですよね、うん、これポーネグリフっぽくないですか。確かにポーネグリフを読むことで古代兵器が作れると、はいはいはい、まあ、そういうことがまああるかもしれないじゃないですか、うん、他にもこちら巨神兵の攻撃をやめろと念じたシーンこれあるわけなんですけど、うん、これルフィが頂上戦争の時にやめろと言ったシーンとめちゃくちゃ似てません、うん、こういう感じでそっくりですね。そうオマージュしてると思うんですよね、はい、でこういう風な、まあ、類似点っていうのもあって、で実際小田先生はこの世の中にある物語で風の谷のナウシカと天空の城ラピュタは2時間ものの作品では誰にも超えられないほど完璧な作品だと、うん、公言してるんですよね。すごいっすよね。いやすごいですね、小田さんがそこまで言うと。実は他にも好きな作品を言うていて、これね意外な作品なんですよ。それがアンパンマン。おお。みんな大好きね、メロンパンナちゃんが出てくるアンパンマンなわけなんですけど。そこなんですか。はい、こちらですね、はい、64巻 SBS に実は書かれていまして、三大将と小田先生の正義を教えてくださいという質問、アンパンマン大好き、小田さんの正義というかね、 そこに書かれてるんですよね。で僕は柳瀬隆ファンですと、はい、〇〇の正義になぞらえない不思議な回答をしてるんですよね、はい、でこれ実は後に本編で小田さんの正義感というか、うん、ヒーロー像というのが描かれることになったんですよね、うん、それがルフィ。ルフィが描くヒーロー像っていうのはヒーローは肉を人に分け与えるやつのことだと、まあ、実際アンパンマンっていうのは顔を配り歩きますよね言い方がちょっと生々しいですけど、そうですね。そうで、それにもかかわらず友達は愛と勇気しかおらんみたいな結構寂しいやつなんですけどいやいやでも人に分け与える、だからアンパンマンってヒーローなんだよっていう、うんうん、ヒーロー像、つまり正義はそこにあるんだっていうことを小田先生は思ってるんだってことが分かるじゃないですか。なるほど。でこれワノ国の最後の戦いでも実はこれ結構つながっていて、カイドウは問いかけるわけなんですよね、ルフィに、うん、お前が一体どんな世界を作れる麦わらと。
友達が腹いっぱい飯を食える世界と、ルフィの目指す世界がまさにこのアンパンマンのテーマをルフィ風に解釈してるような、うん、自分も友達も飯いっぱい食えるような世界がいいよねと、はい、まあ、だから自分の飯を分け与えるんじゃなくてみんなで一緒に食えたらええやんっていうのが、うん、小田先生が考える正義なんじゃないのかなと。なるほど。でもこれも念頭を置いたらやっぱアンパンマンから影響を受けたんじゃないのかと、うん、まあ、モデルというか。で他にも好きな作品として公言してる座頭市はもうこれ主演の勝新さん、勝新太郎さんですね、はい、富士虎に栗卒なんですよ。はい、あと仁義なき戦いのねこの菅原文太さんだとか、うん、まあ飼い犬にすごいそっくりだとか、まあすごい有名な話があるわけなんですけど、じゃあこれワンピースってみんな何の物語やか知ってますかね。はい、知ってると思いますよ。何の物語ですか。海賊です。これボケないのか、もうマシュマシュくていいですか。はい、これがですね海賊の物語すら実はモデルにした作品があることを知ってますでしょうか。それが小さな海賊ビッケ、うん、え何それなると思うんですよ。そうですね、あんまり有名じゃない作品かもしれないんですけど、はい、実は2巻の海賊についての説明のコーナーでこちらの風に小さな海賊ビッケを僕の海賊好きの原点なんですっていうことを言うとるんよ。まあ、結構楽しそうな雰囲気の海賊と、まあ、このビッケという可愛い子がおるわけなんですけど、うん、この時以外にも小田栄一郎先生はインタビューなのでたびたび小さなバイキングビッケの名前をまあ出してるわけなんですよね。でルフィたちは海賊なのに略奪しないわけじゃないですか。これは読み切り時代から結構一貫してるテーマなんですよね、うん、読み切りの時はこのピースメイン言うていい海賊悪い海賊みたいなのを分け取ったわけなんですけど、はい、そういう風にワンピースの世界観は小田先生最初から明るい雰囲気のものにしようとしてると。あー、なるほど。でこれは小さな海賊ビッケから結構影響を受けてるんじゃないのかなってことを思うわけなんですよ。それだけじゃなくて、はい、小さな海賊ビッケは結構ワンピースっぽいものが多いんですよね。おビッケのサブタイトルめちゃくちゃワンピースを感じるものがあるんよ。なるほど、はい、例えば王様は食いしん坊、おこれもワンピースでいうとこのワポル、はいはいはい、だからワポルのバクバクの実のイメージはこのタイトルから来てるかもしれない、はい、あとは幽霊船をやっつけろ、おこれもスリラーバーク編のことじゃないですか。そうですね。極めつけなんはやっぱりこの樽に主人公のビッケが入って船に忍び込んでいたシーンがあったりだとか、このオープニング見てほしいんやけど、見てこれどっかで見たことあるクジラ、まあ、そうですね、めちゃくちゃでかいこの海洋類のようなクジラがね、はい、ラブーンっぽいというか、はいはいはい、でもこれもビッケなんですよね。そうですね、本当にパッと見ワンピースのシーンかなって思うぐらいの、そうそう、海賊船がタコを浮かべて空を飛んでるシーンがあったりだとか、まあ、これ空島のタコバルーンみたいなね。なるほど、まあ、というふうにすごいワンピースの空島につながる流れだとか、まあ、そういうのもある程度意識されてる、まあ、影響を受けたんじゃないのかなっていうシーンがあるわけなんですよね。じゃあここで気になるのってビッケにも敵役が、はいおるんですよね、はいはいはい、それが意地悪な海賊スベン、こういうやつなんですけど、おー悪そうですね、悪そう、この見た目、はい、どっかで皆さん見たことありません。太くてごついけど手足の短いバランスの悪い体型で浅黒い肌にもじゃもじゃのヒゲ、そんな言い方ですか、黒ひげ、これはもう黒ひげなんよ、黒ひげ童話の姿みたいな感じで、ここでワンピースの話に戻るんやけど、黒ひげの対としてワンピース書かれてるキャラって言ったらやっぱシャンクスなわけじゃないですか。確かに。じゃあこのシャンクスのモデルもおるんじゃないのかってのを思ったんですよね、このビッケの中に、はい、そしたらビッケの父お父さんがですね、おハルバルという人物なわけなんですけども、はいはいはい、このハルバルがシャンクスのモデルなんじゃないのかと。なるほど、ここに繋がってくるんですね。じゃあこれハルバル一体何が似てるねんとか、うんうん、ほんまにシャンクスみたいなかっこいいやつなんかとか、あ、またまあ、ね、信じられないと思うんですよ、はい、とんでもない一枚持ってきました。え、こちらです。おお、めちゃくちゃ見たことあります、ね、これ見たことあるシーンじゃないみんな、はい、俺めちゃくちゃ、この帽子をお前に預ける、俺の大切な帽子だ、後ろに描かれてるレッドホース号みたいな、はいはいはい、なんだこれみたいな、すごいですね、見て船も似てますね、これもうめちゃくちゃレッドホース号じゃない。おお、ワンピースの1話のこちらね、比べても結構クリソツ、クリソツ、はい、すごいですね。これ小さな海賊ビッケの第1話なんですけど、はい、海賊になりたいビッケが子供ながらに知恵を絞って戦って、うんうん、父親のハルバルがビッケを海賊として認める印として帽子を渡すと、はい、ワンピースやん。
で、ここで冒頭の話に戻るわけなんですけど、はいはい、まあ、2007年この小田先生は本編においてたった一人も眼帯の数が登場してないと、うん、でつまりみんなの頭に固まった海賊のイメージがあるなら、僕は少年がそこへ行き着くプロセスを描いてやろうと思ったわけですと、はい、でここでもう一回このはるばる見てほしいんやけど、こいつ眼帯の海賊なんですよ、ね、おお、なるほど。この発言からこのビッケという作品を読み解いていくと、第一話でビッケが認められるまでこの段階をテーマにした物語で、うん、シャンクスがルフィを大海賊として、まあ、認めるわけじゃないですか。そうですね、最終的にはそう、はい、じゃあシャンクスがルフィに帽子渡す時に何て言ったかっていうと、立派な海賊になって会社に来いって言ったわけじゃないですか。はい、じゃあ将来的に立派な海賊が眼帯をつける、それまでのプロセスを描くということは、ルフィが最終的には眼帯つけるのかもしれませんと、うんうん、でもまず最終章に出てくるキャラクターがいるわけなんですよ。はい、シャンクスじゃないのかと。で、これハルバルの眼帯よく見てほしいんやけど、はい、左目についてるわけなんですよ。おお、はいはい、これビッケの中で唯一の眼帯キャラで、左目に曰くがあるといえば、はい、ワンピースではシャンクスさん。おお、でワンピースに登場するこの眼帯の海賊というと、世間では、まあ、ロックスとか意見もありますけど、うん、ハルバルというのはやっぱいい海賊が大海賊であってほしいと、海賊らしい海賊であってほしいと、うん、小田先生がその海賊感を持ってらっしゃるから、じゃあシャンクスがつけて出てくるんじゃないのかと。なるほど。で実際このいい海賊で眼帯を出すっていう証拠が、先ほど出てきたこのルフィのイラストなんですよね。だってそうじゃなかったらルフィに眼帯つきさせる必要ないんで。そうですね、ここでわざわざ一回書いてますもんね。そう、うん、つまり小田先生の中では眼帯をしてる海賊イコールかっこいい偉大な海賊なわけなんですよ。映画レッドの副音声でも、小田先生は連載開始の25年前から仲間の入るタイミングや展開など大きな設定は一つもブレていないっていうことを谷口監督、レッドの監督が言うてましたから、うん、で小田先生も中学生の頃考えたもの物語のゴールは変えずここまで書き続けてると、はい、すごすぎる。確かにそこはもうブレてないですもんね。そう、なるほど。でこの一話のこの帽子を預けるシーンがめちゃくちゃリンクしとるわけじゃないですか。で立派な海賊として認めると、じゃあシャンクスが終盤ね眼帯つけて出てきたらどうなんねんと。あ、はいはいはい、正直小田先生は眼帯がつけた海賊が出てくるとは言うてるけど、そいつがなんやねんとかそういうことは言ってへんわけなんですよ、はい、どうなんねんと。ただですね、よく読んだら一個だけヒントが隠れてることに気づくんですよね。じゃあまずこのシャンクスの左目に復讐したいわけなんやけど、はい、海賊機にもこういう風に描かれてるわけじゃないですか、シャンクスの左目の傷がと。そうですね、はい、でも海賊機っていうのは信念の象徴やっていうのがワンピースで言われてる中で、うん、傷があるっていうのは不自然なんですよね。なるほど、確かにどっちかっていうと、まあ、不名誉というか。そう、眼帯をしてるのが左目というのがやっぱり重要なんですよね。なるほど。僕思うんですけど、はい、シャンクスの左目ってすごい特殊な能力を持ってるんじゃないのかなと思っていて、その能力っていうのが万物を見通すことができる力を持ってると。おお、なるほど。で実際シャンクスはレッドで分かってないけど、見聞色殺しができるだとか、はいはいはい、彼自身も未来が読める力を持ってるんじゃないのかとか、もしかしたらフィガーランドっていう特殊な血筋なんじゃないのかとか、うん、まあ、いろんなことが結構分かってきた、見えてきた感じがするんやけど、はい、実はシャンクスの左目っていうのは、まあ、やっぱナルトでいうところの血系限界みたいに、すごい特殊な力を持ってる目なんじゃないのかなと、うん、じゃあ黒ひげがわざわざシャンクスの目をこうやって傷つけたわけじゃないですか。それは後にライバルになるシャンクスの目を先に潰しておくことで、自分がこの先有利になるように仕掛けてるんじゃないのかと。なるほど。用意周到な黒ひげやったらライバルの目になりそうなやつを先に倒してもおかしくないんですよね。はい、じゃあこのシャンクスの目を潰すことに意味があったんじゃないのかなと。この先シャンクスはもしかしたら何かのきっかけで黒ひげと会ったりだとか、うん、もしくは他の人物と会った時とかに目がやられる可能性もあるかもしれない。谷口さんコードギアスっていう作品も作られてたんですけど、はい、コードギアス、これギアスの暴走っていうのがありまして、目の宿った力が勝手に発動して周りに迷惑をかけてしまったことがあるんですよね、うん、はい、じゃあシャンクスも何らかの目の力が暴走してしまう展開が起きて、うん、これはいかんと、じゃあ眼帯をしようみたいな日が来るんじゃないのかと。でなんでそれがいきなり動くかっていうと、ワンピースを狙いに行ったことで能力がさらに覚醒してしまうみたいな展開が起きて、眼帯をする日がやってくるんじゃないのかと。で僕一つだけちょっと不穏やなと思ってることが最後あって、はい、シャンクスの今後なんやけど、はい、物語の終盤一度だけまさに眼帯の海賊が出てくるってことを言うてるじゃないですか、はい、一度だけなんですよ。あ、はいはい、能力覚醒して眼帯してるシャンクスがおっても一度だけじゃないはずなんですよね。そうですね、だってシャンクスがおらんようになったら誰がもうすぐ会いそうだな、ルフィとか来たかルフィある海賊について話がとそういう意味深なことを言うてくれる人がいなくなるわけなんですよ。は、はい、一度だけしか出てこないんだったら、もしかしたらシャンクス死んじゃうんじゃないのかなって
ていうのが、まあ、結構思ったんよね。なるほど。だからルフィが今後そのシャンクスの、まあ、片身じゃないですけど、うん、帽子とさらに眼帯を受け継いで、まあ、この偉大な海賊になっていくんじゃないのかなと。なるほど。だから偉大な海賊としてこのシャンクスが眼帯をつけて出てくるというのが今日の僕の説でした。今日の考察なんですけど、はい、エッグヘッド編、うん、始まってるわけじゃないですか、はい、ベガパンクのステラ、うん、本体が、うん、いよいよ登場してきたわけじゃないですか、はい、そうすね。サテライトたちもね、魅力的なキャラが多いわけですよ、うん、かわいいキャラも出てきたりとか、うん、まあ、そんな中で生と書いて、まあ、シャカっていうねベガパンク、まあ、1が01がいるわけなんですけど、はい、あのシャカ仮面みたいなものを被ってるわけじゃないですか。おお、確かに素顔っていうのは気になると思うんですよ、うん、おお、はい、何かしらのキャラクターがモデルになってサテライトが作られてるんじゃないかなと。はい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 。でもその素顔がちょっと今回分かっちゃったんですよね。いや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 、まあ、ズバリその中身なんですけど、シャンクスなんですよ。あー、よくないわこれ。よく、あの数字取りに行くわけ、そういう乱暴なことしてるわけね。よくない。シャンクスだったとしたらすごいことですよね、はい、まあそうですね。シャンクスが二人説ってのも昔からある考察やし、うん、やそうなんですよ。やっぱり唯一マスクをかぶっているサテライトですし、はい、でそれってやっぱありますよね。例えばワノ国でも仮面をかぶってるから正体がとかさ、うん、そうですね。ね、ヤマトがまさにね、息子って言うと男から男の女の子やったりとか。確かにね。何か仮面やマスクをつけてるってことは正体を隠してるってことは何となくも分かってるから、はい、あながち間違ってはないけど、さすがにシャンクスは言い過ぎちゃいますもんと。やりすぎやわ。なるほど、まあ、じゃあなんで僕がそのシャカの中身がシャンクスだと思ったかっていうのをちょっと今日は理由を交えてお話しさせていただきたいんですけど、うん、まあ、まずさっきも小雪さんが言ったそのシャンクスが2人いる説っていうのは、うん、まあ、考察としてね本当に昔からある考察でじゃないですか、うん、そうですね。そう言われてた理由っていうのが、まあ、大きく頂上戦争の時に直前そのカイドウと新世界で小競り合いをしてたはずなのに、うん、マリンフォードに来て戦争を止めに来たっていうところのその移動時間のことだったりとか、うん、はい、まあ、あとは90巻907話で、うん、天竜人の元にシャンクスが現れて、である海賊について話がというふうに、まあ、意味深に登場したわけなんですけど、まあ、ああいうところからもシャンクスっていうのは、まあ、2人、まあ、もしくは複数人いて、いいシャンクスと悪いシャンクスがいるみたいな考察が世に出てる考察だと、うん、はい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 。で、まあ、その90巻さっき言った907話のシャンクスについてなんですけど、まあ、このシャンクスっていうのが一番今までこう1話からずっと見てきたシャンクスとはちょっと違う雰囲気を、まあ、もちろんまとってるというか、はい、ほう、マリージョアにいるっていうこと自体がそもそももう海賊であるシャンクスがいるっていう違和感があるんで、おかしいですよね。そうなんですよ、おかしいじゃないですか、うん、で、まあ、そこで一番おかしいっていう風に言われてるのが、はい、目の傷なんですよね、うん、あー傷ね、はい、あるかないかみたいな。そうですそうです、左目の傷なんですけど、うん、まあ、この90巻907話のシャンクスある海賊について話がの横顔と45巻でこう白ひげの元にシャンクスが行ったじゃないですか。でその時のシャンクスの45巻434話のシャンクスの横顔っていうのがほぼ同じアングルで描かれてるんですよ、うん、ほぼ全く同じ角度から描かれてるにもかかわらず、45巻の方は傷が見えるんですよね、うん、描かれてる位置なんですけど、同じく90巻907話の方は、まあ、見えないと、まあ、明らかに小田さんはここは書き分けてるんじゃないのかなっていう、うん、まあ、ただわざわざこう伸ばして書いてるんですよね、その45巻の方は。ほう、やっぱりなんか1本2本目がちょっと見えてるぐらい、はい、だから角度的にはわざと書いてる。で90巻の方は、まあ、わざと書かなかったんじゃないかなと。わざとなる、はい、なるほど、まあ、もちろんその単行本で修正が入る、まあ、書き足されることもなかったですし、でこの90巻907話で出てきたシャンクスに関してはシャンクスっていう名前は出てきてないんですよね。ああ、はい、君だから時間を取ったみたいな。そうです、五老星に関してはその君だから時間を取った。ああ、だからベガパンクでもおかしくないと。そうです、その時にいたシャンクスこそがシャカだったんじゃないかなと。なるほど、なるほどね。ああ、はい、でも立場上っていうのおかしくない。いや、これはその立場上、うん、君は政治に関わるべきではないぞと、うん、お前は科学者なんだからこんなとこに来てないで研究をしててくれよっていう。なるほど、ね、いくら頭がいいからと。そうですそうです、何しに来たんだっていう単純な五老星の会話だったんじゃないか、そのシャンクスが、まあ、釈迦だったんじゃないかっていう考察、まあ、そこをフックにちょっと今日は考えてきたわけなんですけど、ちょっと待って、今話に引き込まれてる自分がおる。お、ありがとうございます、うん、気になってきましたね、はい、これね、うん、あ、いいですね。面白い。でさらになんですけど、まあ、このジャンプに乗った時、うん、まあ、2018年の28号で、まあ、この907話が載ったんですけど、うんうん、ジャンプってその最初と最後とかに、まあ、煽り文っていうのが書かれるわけじゃないですか、うん、でその時の最後ある海賊について話がの時の煽り文っていうのが、うん、なぜここにで終わってるんですよ。あ、シャンクスっていうワードをわざと出してないんじゃないかな。ほんまやな。あ、なるほどね、はい、気にし始めたらマジでそう思ってきた。そうなんです、シャカが、まあ、素顔を隠してるっていうのは、はいはい、
明らかにこういう、まあ、考察だったり予想を、まあ、してほしいというか、まあ、小田さんのこの手のひらの上で転がされてる可能性っていうのもあるんですけど、まあ、やっぱこういうのが今一番ワンピース読んでてのは醍醐味なわけじゃないですか。はい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 、はい、まあ、僕はこのシャンクスなんじゃないかなっていうふうに思ったわけなんですけど、まあ、サテライトなんで、まあ、僕が言ってるそのシャンクスっていうのももちろん本人というか、そのものってわけではないと思うんですよ。確かにデカパンクが作り出したパシフィスタと同じく人造人間であるというのは、まあ、前提条件としてあるんですけど、まあ、さっきその小ヤッキーさんが言ったような、まあ、女性の姿っていうのも今のそのデカパンク釈迦の、その口調とかからは、まあ、判断できないわけですよね。で、まあ、その釈迦から生まれて他の5体含めて、まあ、今6体のサテライトがいるわけなんですけど、名前がそれぞれついてるじゃないですか、釈迦、リリス、エジソン、ピタゴラス、アトラス、ヨークと。でこれって、まあ、それぞれすごいさらっと言うのすごいで、まあ、この6体なんですけど、それぞれまあ、釈迦とかエジソン、ピタゴラスっていうのは実在の人物が、まあ、偉人がモデルになってると。確かに確かに、はい、で釈迦に関しては、まあ、結構神話上ではあるんですけど、まあ、一応実在してたと言われる、まあ、仏教の開祖なわけじゃないですか。でエジソンとピタゴラスはもう確実に存在してたと、はいはいはい、で釈迦だけはちょっと曖昧というか、まあ、神様に近いぐらいの存在から取ってるわけなんですけど、でこのエジソンとピタゴラスの2体に関しては完全にロボットの見た目をしてるんですよね。確かに。他の3体リリスとアトラスとヨークに関しては、まあ、ちょっと女の子の姿をしてると、うん、人間の姿なんですよね。確かに。こうモデルがいない実在してる人物をモデルにしてないキャラに関して、うん、サテライトに関しては逆に人間の形をしてて、実在の偉人から撮ってるサテライトに関してはロボットの見た目をしてる、うん、で釈迦はどうなのっていうちょっと曖昧にしてるっていうのも、なんかネーミングから小田さんはちょっとサテライトの設定を考えられてるんじゃないかなと思ったわけなんですよ。でこっちの釈迦の方のシャンクスに関しては、見た目がシャンクスであることで、まあ、何が起きるのというか、何のメリットがあるのっていうところなんですけど、さっきその小ヤッキーさんが最初に生み出した理由っていうのもすごい大事だなと思ってて、こうベガパンクってまあ元々そのオハラに自分から赴いたりとか、その後エルバフにもまあ自分の姿ステラが言ってる描写っていうのは回想で描かれてたわけなんですよね。あの頭があったんで、ただ今はもう老体で頭を切り離してはいるんですけど、エッグヘッドに今閉じこもってるというか、まあ、こもってるような描写が今回連れ出してくれっていうセリフからも分かると思うんですよね。なのでそのベガパンクが知識を集めたり外で行動する時用の体っていうのが必要になってくるんじゃないかなと。なるほど。その時になんか弱々しい姿だったりとか、スペックが低かったらすぐサテライト壊されちゃうと思うんですよ、うん、それがシャンクスの姿で海をうろついてたら、攻撃されないと思うんですよね、そもそも。さらにそのシャンクスの外見を使用してるっていうところで、まあ、海軍とか政府の関係者も他の海賊たちからも牽制されるんじゃないかなと。だからこそ、まあ、四皇、まあ、大海賊の体を使って釈迦はシャンクスとして動いてるんじゃないかなと。なるほどね、はい、まあ、その姿で、まあ、マリージョアにも赴いて海賊についての話をしに行ったんじゃないかなと。まあ、あのある海賊っていうのも、まあ、今は、まあ、ルフィなんじゃないかとかいろいろ説はありますけど、まあ、そこが、まあ、そもそも本物のシャンクスじゃなくて、まあ、釈迦だったらっていうところでボニーなんじゃないかとか、まあ、クマなんじゃないかっていうような、まあ、考察もまた幅が広がるなと、まあ、可能性がより広がるような、まあ、考察にはなってるわけなんですよ。確かにね、はい、で、まあ、一個その共通点というか、本物のシャンクスって、まあ、草履というか、まあ、サンダルみたいなもの履いてるじゃないですか。はい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 。マリージョアに訪れたシャンクスの足音ってっていうのがカツンっていう風に五老星と会話しているところで描かれてるんですよね。ほう、はい、カツンっていう音って、まあ、サンダルとかだったら多分しないと思うんですよね。しない。確かに。でこれちょっと面白いのが、まあ、今回ベガパンクその釈迦がロビンたちに説明をしながら歩いてるところではカツンカツンっていう風に足音がちゃんと描かれてるんですよ、うん、すごい。これここの足音の共通点、まあ、シャンクスとの違和感っていうのも含めて、まあ、そこはちょっと信憑性増すんじゃないかと、うんうんうん、なるほど、はい、なるほどね。で、まあ、今回そのシャンクスとかこのサテライトの話になったんですけど、パンクレコーズっていうのが、まあ、タイトルにもなったわけじゃないですか、はい、でベガパンク的にはその知識の海を作りたいと、自分以外の知識も全人類で脳を共有して、うん、パンクレコーズっていうのを、まあ、そうやって運用していきたいっていうふうに言ってたわけなんですよね。でこれって小安さんとかでも取り扱ったことあると思うんですけど、うん、そのアカシックレコードっていうものに、まあ、なんか似てるんじゃないかみたいなのも、うん、ちょっとみんなの感想とかを見てて、うん、まあ、思ったことなんですけど、これは都市伝説界隈の人たまらんと思うな。そうですね、そうですね、めちゃくちゃ、はい、面白いですもんね、うん、でこのアカシックレコードとパンクレコーズの違いって複数形かどうかだと思うんですよ、うん、パンクレコーズってわざわざそのレコーズっていう風に複数形になってるわけなんですよね。確かに、なるほど、うん、
だこれはそのベガパンク一人の脳じゃなくて、まあ、他の脳みそも集めたいから知識を共有したいから、まあ、複数形にしてるとは思うんですけど、今回シャンクスっていう、まあ、大海賊の知識だったりとか、まあ、それこそ五老星とか、まあ、他のいろんなキャラクター人物の知識をそれこそ共有することができれば、まあ、ワンピースにおけるパンドラの箱じゃないですけど一番ヤバい存在になりうるものなわけじゃないですか。確かにね。このパンクレコーズに、まあ、知識を今はベガパンクの脳しかないけど、まあ、集めてるっていうところで、シャンクスの外見を使って、まあ、釈迦がこう今外にも出ていっていろいろ知識とかを集めてるところなんじゃないかなと。なるほど。いうふうにも思ったわけなんですよ。なるほど。はい。で、まあ、この、まあ、シャンクスってフィルムレッド、まあ、その時に評価っていうのが一応覆ったじゃないですけど、まあ、見直されたと思うんですよ。はいはい。なんか本当にちゃんとルフィの味方なんだなというか。確かにね。はい。それはワノフック2編最後の、まあ、描写を見ても、まあ、それは思うと思うんですけど、まあ、どっちか分からんかったからね。そうなんですよ。いいやつか悪いやつかみたいな、はい、だからこそなんか2人いるんじゃないか説っていうのも、まあ、あったわけだと思うんですけど、本物のシャンクスはおそらくちゃんとしたルフィの恩人で、うん、まあ、最後立ちはだかるかどうかは置いといて、まあ、いいやつであろうとおな分かったわけじゃないですか、うん、で、まあ、このシャンクスの血筋、まあ、天竜人なんじゃないかっていうことも、まあ、それはずっと言われてて、はいはいはい、今回レッドでもそのフィガーランドっていう五郎さんの口からその名前が出たと、うん、まあ、天竜人の一族かもしれないもんね。そうですね。このフィガーランド家の協力を経てというか天竜人を通じてシャンクスの血統因子を採取するチャンスっていうのがベガパンクにはあったんじゃないかなと。やっぱりそのシャンクスの体を作る、まあ、外見を作るだけにしても、うん、まあ、血統因子っていうのが重要になってくるとは思うんですよ。じゃあそこがどこで採取したのかっていうのが当然の疑問になってくると思うんですけど、うん、その政府の関係者っていう立場、雇われではあるけどもいろんな情報が手に入るところ立場っていうのを利用してシャンクスを作り出したんじゃないかなと。まあありえそう、まあ、今回悪魔の実の失敗作の話で、まあ、カイドウの血統因子はまあ20年前にもうすでに採取してたっていうのが確かに、まあ、判明してはいるんで、うん、まあ、その4項の血統因子ももうもちろん持ってるわけなんですよ。ベ、うんうん、ガパンクっていうのが、まあ、今のワンピース最終章における一番重要なキャラにもうなってるんじゃないかなと。なるほどね。はい。で、まあ、この釈迦の素顔っていうのが、うん、まあ、もしかしたらそもそもあれがマスクとかじゃなくてなんかああいう頭っていう可能性ももちろんあるとは思うんですよね。まあ、なので素顔がどうなのかっていうのは明かされるかどうかは分からないんですけど、まあ、やっぱここの考察予想っていうのが、まあ、シャンクスだったら面白いんじゃないかなと、うん、海賊やから君たち一応信用できみたいに言ってたやん、うん、はいはい、お前一番信用できるんだお前海賊王やお前、まあ、そうですね、はい、確かに、まあ、中身はやっぱベガパンクなんで人格とかね。なるほどね。中身は確かにあんま注目しなかったっすね、うん、確かにシャカ結構身長高そうやもんな、うん、そうなんですよねっていう、まあね、ゴーストライターさんが原稿は、はい、なかなか丸暗記して、すごいな丸暗記して、うん、よく喋れましたよ。だとしたらいやすごい、うん、はい、ありがとうございます。いやそうだったですね。なんか面白いですこの発想が、違っても面白いじゃんって思うから。そうなんよ。ぜひマシュークのねお話面白いってことですよ。ぜひ聞いてください。はい、お願いします。「僕を困らない」